トーク動画でございます。春といえば転職がやっぱり多い時期、寺西が実体験した寺西でございます。本日もよろしくお願いいたします。今日なんですけどね、4月の1日エイプリルフールなんですよ。いやいや別に何にも悪いこと考えてない、ただね、嘘をつかない人生なんで、あれなんで今ショートフリーズ。あのツイッターには確かにね、なんか書きてえなやりてえなっていうのはずっと思いましたよ、それこそ最後の最後まで書きてえ書きてえって、もう右手でこう左手をねグワッと掴みながらいかんいかんってね。いやー結局ねおっさんじゃない、だって今年48だしね、もうジジイにはなるわけですよ。いやもう十分ジジイですけど、あのジジイが何言ってんねんとかってね、またダダ滑りすることしか、そういう未来しか予想ができない、あのやっぱりダダ滑りすることによっても羞恥心は人以上にあるんでね。だって俺を見てるだけでも皆さん今痛々しくなってるわけでしょ、ね、デスビームでやりたいところですよね。人以上にあるんで、その危険はちょっと犯せねえなと、そんなところでね、気が変わったと同時に事故れねえなってやっぱ思いましたね。はい、どうですか皆さんは、楽しい嘘、幸せな嘘、今日はつけましたかね。それと時代でございましてね、まあ本当に気温もね上昇して暖かくなりましたよね。もうすっかり春って感じがするじゃないですか。皆さん春といえば何を連想しますかね。まあだから寺西の場合は春といえば桜、桜といえば寺西、寺西といえばトーク、そうなんですよ。すなわち今日はお待たせいたしました、久しぶりのもうトークトークトークでございます。 Let's go! ワンチューフィーハヘフハホヒフヘ、声が出ねえや。まあそういった時代でね、今日はサムネにもある通りトーク動画でございます。はい、ねえ、さっきも言った通り、皆さん春といえばねえ、誰でも分かるっていうか思い浮かべられるのがやっぱり入学式、卒業式ですよね。それから桜ですよね、花見ですよね。そんな中で新入社員ねえ、そうなると転職がやっぱり多い時期。これちょっと独断と偏見すぎる。でもどうなんだろう、やっぱそうなんじゃないのかね。季節の変わり目、それからね、木の変わり目ですからね、4月ってね、やっぱ1年の中で一番転職も多かったりするんじゃないですかね。そんな中でね、これから新入社員の皆様、転職でね一からまた覚えなくちゃいけない皆様、いっぱいの苦労がこれからはねまた積み重ねていくわけですよ。そんな中で人間関係もそうですしね、それから仕事の内容のことにその関してもそうですし、とにかく嫌なことがいっぱいですよ。楽しいことがいっぱいじゃなくて嫌なことがまずいっぱい降りかかってきます。そんな中でまた寺西が実体験したね、ここ大事ですよ、寺西が実体験したエピソードとともに一つでも軽減してもらいたいなと、はっはー、寺西の話聞いてこの対応できる僕、できる私っていう風にねなっていただければなという思いで、サムネにもある通り今日はですね電話魔の話をしていきたいかと思われます。はい、まあ電話魔ってね、何はってっていう風にやっぱり思いの方もおられると思いますんでね、ざっくり説明します。もう最後に魔ってのがついてるぐらいなんですからお分かりだとは思うんですけど、とにもかくにも電話が大好きで空気を読めない人の話ね。いや電話が大好きで、僕だって電話好きですよ、人と話すことが好きですから、っていうかなんかまたテンション上がって1オクターブ今高いでしょ、それやっちゃうと喉の方が潰れちゃうから、はい、落ち着いて深呼吸、僕だって電話好きですよ。でも無線やっぱりやってた時もそうですけど、四六時中って人が世の中にはね、これまた5万といるんですよ。でその行為がね悪いかっつったら得てして悪くないですよね、朗らかで楽しいじゃないですか、それだけ人と話ができる、コミュニティの中でも交流ができる、ハッピー以外の何者でもない。ただしかし
そこで必要以外で電話を使わない人もいるわけですよ。まあ例えで言うんであれば、僕なんかは本当、ああ暇だわ、誰かと雑談してなみたいな感じで僕電話使わない人なんですよ。だからいう人にはよく言われるんですけど、テラさんって本当自分の要件聞いたらパッと切る人だよねとかって、多分ねこの動画出した後にコメント欄にそれ書かれると思います、その思い当たる方はね。僕全然雑談しない人なんですよ。もう用事のために電話は使うって感じなんで、ただ人からかかってきたものに関してはやっぱり楽しく聞かせてもらって、意見を述べさせてもらって、キャッキャキャッキャやらせてもらったりしてますけど、でも基本的に僕はやっぱり一日の中でね、自分が要件相手に対してなければこっちからかけるってことはまず一切ないんですよ。はい、そんな人生を過ごしている人間がね他にもいてると思うんで、そういう人間からしたらやっぱり一日中っていうものに関しては若干不快な思いをねしたりするわけでございまして、それを断れない人もね世の中また5万というはずなんですよ。で今日のまたお話はね、これ3段階に分かれます。たまたまなんですけど3段階に分かれます。僕が20代の時に経験したこと、30代のことに経験したこと、40代に経験したこと、一人ずついるんですよ。でまたうまい具合に20代の時はもう甘噛みジャブ程度で、30代の時はもうストレート、ボクシングでいうところのもうストレートが飛んでくるようなね、それぐらいのちょっと強めな方で、40代はまあブチ切れですよね。もうクロスカウンターどころじゃないですよね、もうブチ切れ。はい、いつも通りの構成になりますわね、本当ね。もううまくいってますよね人生ってね。もうさ、最初から40代の時に受けたね気持ちを20代の時に受けていれば、おそらくもうすぐに人とか見抜けたんじゃねえのかなってやっぱ思いますよね。だから人生ってやっぱうまくできてんなと思いますけど、まあ20代が先方、30代が中堅、40代の時に起きたのは大将戦ってことですよね。そういった形で電話魔っていう風に僕がね、まあ最終的には見抜いて、その人間をこう断捨離することが、直々でできてるんですけど、それがやっぱりね早ければ早い方がいいんですよ。それをねずる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 先延ばしにしちゃうと本当にストレスでしかないからね。だからこれから新入社員で必ず電話魔っていう人間がね1人2人って現れます。また転職した先でもね必ずその先に1人はいるんですよ、そういう方が。ですのでそういう人間を見抜き方、それと同時に見抜いただけじゃなくてその人間をうちに入れない、一定の距離を保った付き合い方で、就業をするというような方法、そういったことをお話ししていきたいなっていうふうに思っております。じゃあまず先方戦ね。この方はね僕の年が1個上で、で入社もね3ヶ月先だったのかな。で僕が24で転職して、で結局僕を教えてくれる指導員さんだったわけよね。僕が助手っていうの、そういうの教えてくれる人で、1週間の研修を経てから独り立ちするっていうね、よくある話じゃない。でその時に番号交換してっていうね。で、まあちょっと名前、そうね、じゃあ仮名で伊藤さんとしましょう。伊藤くんね、伊藤くん、まあ後には結局ね年も1個上の同僚みたいな感じになって、すげえ楽しくやらせていただいて、僕が辞めるまでね本当に楽しく勤めさせていただいたっていうね、悪い話じゃないなんですけど、ただね同場研修が終わって独り立ちした後に、まあ朝と晩に必ずね一回一回電話かかってくるんですよ。行く時に今日の道大丈夫みたいなね教えてくれて、それで今度は積み込みが終わった後は、今日なんか嫌なことあった、変なことあったとかね、なんかあったら何でも相談してみたいな感じで、いやーありがてえなーってね、いやいい先輩いてありがてえなーってね思ってたんですよ。でそれで1週間終わりの土曜日、これ忘れもしないで、土曜日週末、他の先輩がお前あいつから電話すごいない大丈夫って言われて、いや別にそんなのないですよっていう風にね答えて、あそう、まあでも気をつけた方がいいよって言われて、で20代だから
何みんな先輩の悪口ね、俺の仲間になった人のこの悪口わざわざ言いに来てんだよみたいなね、ちょっとプンプンってこっちも気持ちでいたんですけど、その意味はね翌週になったら分かり始めてきたんですよ。朝晩だけだったのが、まあ、朝昼晩に変わって、で朝昼晩だったのがもう頻度がね2時間おきぐらいに今度変わるわけですよ、ね、でそのね話の内容もまあうまいっちゃうまいんですよね。僕が結局あったくよ本当もうこんな電話ばっかしてきやがってよっていうねあれじゃないのよ。毎回なんかね あお疲れってね、もう出っ張った、おお出っ張った出っ張ったってね、そういえばお前あれ知ってるとか、そういえば昨日の積み込みでさ誰々がさとかで、必ずやっぱりネタを一応ね彼は持ってたんですよ。だからただただそのなんか鬱陶しい電話じゃなくて、なんかついつい僕そういうのに結構乗っちゃうんですよね。えマジで、えよ知らない知らないとかってね結構乗っちゃうんで、まあそれはだから本当に先鋒戦って感じですよね甘神、うん、ただ電話はすげえ多かった。で僕やっぱりね20歳過ぎの頃からもそうだけど、ハンドルでこうドラムさばきみたいなツッタン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 ってか、こういうのやってるのが好きなもんで、で当時はもうねルナシーだのヒデなのをずっともう聞いて Tell me somebody tell me なんて言いながら運転してたのよ。だから本当はそんなにやっぱり電話してもらいたくない一人のね空間が欲しかったんだけど、まあ伊藤くんはやっぱり電話がね多かったんでね、途中途中、もうかかってきてて出られるけど、でも音楽聴いてたいからやっぱりそのままスルーしてとかってことをまあやったんですけどね。でも伊藤くんは別に僕に一番最初にやっぱりどうやら電話をかけてきてるみたいだったんですよ。いやなんでかっていうと、やっぱテラちゃんこれだけ返しちゃうじゃないですか、で乗っかっちゃうじゃないですか。だからやっぱ伊藤くんも僕と話すのはやっぱ好きだった、楽しかったんだろうなってのは伺えるんだけど、でもまあよくよく話を聞いてたり、まあよくよくこう周りを見渡してみると、僕が出なければ別に他にもいっぱい電話してっていうことをやってたからもっと早く気づいて、もっと自分の時間を早くねいっぱい作ってもよかったかなっていうね。まあそれが先鋒戦の伊藤くんでしたかね。で僕が結局その会社を2年で辞めることになるんですけど、まあ辞めた後に電話がかかってくることはまあなくなったっていうねちょっと切ない思い出のね、だから伊藤くんのことに関してね、皆さんね伊藤くんみたいな人間いたら気をつけてくださいねっていうわけでもないんだよな。ただやっぱりそれはね分かるから、電話とかやっぱり距離感で、あこの人って別に嫌な気持ちに人はさせないなっていうね、でそういう人ってやっぱ電話を無視したからってあんまりまたあいつ電話しても出なくてよとかね、そんなこと全然思ってない。そこはねやっぱり人間の器量というか見極めの力がないと若干ちょっとね難しいかもしれない。ただ伊藤くんみたいな人の場合は電話なんか全然スルーしても他にかけて全然その欲望を満たしてるというか、ただやっぱり自分が喋るのが好きだからやってるって人だったんでね、だから、まあ、伊藤くんみたいな人に出会った場合は電話は出なくても大丈夫だし、なんだろうな、寿退社みたいな感じで追われるから、まあまあ、そういう人間を見つけた場合はその電話は出なくてもいいですよっていうね、そんなお話で伊藤くんの場合はなれます。はい、じゃあ次中堅。まあその先輩はね、とにもかくにもやっぱり電話は好きですわ。コンセントも口に加えとけよっていうぐらい踏んでもらう必要もねえんだから、その電話だって出る必要もねえ。いやそれどころか、もともとてめえのこと先輩なんて思ってもいねえし。